はい、また一冊の本をご紹介いたします。今日は草薙龍春さんという方が書かれました、反応しない練習という本ですね。あらゆる悩みが消えていくブッダの超合理的な考え方というふうに書いてあります。これは私ある、コンサルタントの方からですね、紹介をいただいてこの本をお勧めをいただいて読んでみたんですけれども、大変売れている本だそうですけどね、とても読みやすくて参考にさせていただきました。ブッダの教えとか仏教とか全然私はね、もともと詳しくはないんですけども、それでも読んで十分理解ができました。分かりやすかったですね。心の無駄な反応を止めるというようなね、ことから書かれていて、で、最後の方にですね、足元を見て、できることを積み重ねる、改善を重ねていくというようなこととかですね、自分この場所で自分にできる役割は何かというようなね、貢献というような動機を基本とするような考え方とかですね、そういうようなところまで含めてですね、大変参考にさせていただきました。